はい、皆さんこんにちは、わくぼりです。今回はこちらのフクロウの彫刻を彫刻刀4本を使って彫っていく動画になります。見ながらこのフクロウの彫刻を彫れるように動画を作っていこうと思うので、よければ皆さん見ながら彫ってみてください。それでは使っている道具を紹介していきます。6ミリの小刀左、1センチ2ミリの小刀左、3ミリの深い丸刀、この3本は、お地蔵様と共通しています。それに今回は 3.5 ミリの、浅めの丸刀、これを1本プラスして4本で彫っていきます。使っている木材はダイソーで買った木材です。これも前回のお地蔵様と共通です。幅は約3センチ、まあ 2.9 センチくらいですね。で、材質は切材です。それ以外にあるといい道具を紹介します。まずは小さい差し金、これはセンチでも寸のものでも構いません。だいたい15センチ、これは、セリアで買ってきた、100均で買ってきた差し金です。これ1本でいいです。で、もう少し大きい差し金、これもセンチでも寸でも構いません。これ1本あるといいです。あとノコギリ、小さいノコギリ1本と木材を切断するときに使う少し大きめのノコギリがあるといいと思います。それと鉛筆、消しゴム、赤鉛筆を使いました。はい、これが今回描いた下絵です。前回と同じように、僕のノートにこの下絵をダウンロードできるように貼り付けておこうと思うので、この下絵を使いたい方はこれを幅 2.9 センチに合うようにプリントアウトしていただいて使っていただければと思います。下絵を厚紙に貼り付けました。この下絵の余白の部分を切っていくんですが、下絵はここの部分が彫る部分になります。ですがこの下の部分も残しておいてください。どのぐらいの長さを残すかっていうのはこのこれを木材としたときにこの持ちながら彫る方が楽なので、あなたの手が持てるぐらいの長さを残してください。僕の場合はこれ10センチ、大体ですけど10センチ残しています。で、これは正面と側面の型紙両方とも同じ長さにしています。この長さに合わせてこの、ダイソーで買ってきた木材をカットしようと思います。はい、型紙に合わせて木材を、カットしました。で、このフクロウの絵は、曲線で結構描かれています。なので切ろうと思えばこの曲線に合わせてカッターで切っていくこともできるんですが、そうすると、形を作るのが、かえって分かりにくくなってしまうので、できるだけ直線でカットしていきます。はい、正面の図面の余白が取れました。もう残っているのは必要な部分だけなんですが、こうやってアップで見ると曲線ではなくて直線で切っているのがわかると思います。あまり大差ないように見えるんですが、一応これ、一応コツとしてやっていることなので、このように切ってみてください。では同じように側面切っていきます。はい、側面も切れました。側面も
正面よりももっと分かりやすく直面直線で切っています。中心線を引きます。側面は別に中心である必要がそれほどない図面なので、今回は、側面に中心線は引きませんが、正面はくちばしであったりとか目であったりとか足であったりとか中心から均等でないと、おかしくなってしまうパーツが結構揃っているので、正面だけは中心線を引いておくようにしましょう。はい、じゃあこの図面にも中心線が引いてあるので、こう木にピタッと当てて、中心線を写します。上と下、それをつなげます。それでは図面を写します。この材料と型紙の、上をピタッと合わせて、正面が写せました。裏に行く前にこの下の線、これをぐるっと一周引いてしまいます。差し金でまずこれを引きます。ぐるっと引きます。この下の線は大事なので忘れないで引くようにしましょう。次は裏写します。裏を引くときもピタッと合わせて、上とさっき引いた線が、ピタッと合っているのでこれで大丈夫です。で引きます。これで裏と表、型紙が写せました。ではこれからこの型紙の外側、はみ出ているというかいらないところを取っていきます。はい、それでは余分を取っていきます。いきなり彫刻刀で削るんではなくてノコギリを入れると楽です。ノコギリを入れるのは入り墨になっているところを主に入れます。なのでここの部分とここ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 です。この場合6箇所ですねをノコギリで引いていきます。この補助線を引いた方が、ノコギリ入れやすい人はこうやって補助線入れて差し金でつなげてあげてください。これがノコギリが入る線です。これが必要ない人はそのまま引いてくださって大丈夫です。で引きます。
1箇所だけ引けました。この時赤い線に食い込まないように気をつけてください。そしたら他のところも引いていきます。ノコギリが引けました。もしこの時赤い線に少し食い込んでしまったとしても、この段階でほんの少し食い込んでしまったとしても、完成した時には特に影響がないということが多いと思うので、もう失敗だと思ってやめてしまうんではなくて、このまま少し、進めてみてください。はい、それでは余分を取っていきます。使うのは、この4部の小刀使います。こういうふうに斜めに取っていきます。さっき入れたノコギリに向かって順目に削ります。こっちも順目に削ります。ここの部分を削るにはこうやって、彫刻刀を持ち方を変えて削る必要があります。で順目に削ります。こういうふうに持ち方を変えるのをもしまだ難しいという人は、こういうふうに、木を持ち替えて削ってください。必ず順目順目に削ってください。この表面から見た時の余白は一応落とせました。斜めに削れました。次は裏、同じように斜めに落としていきます。同じく順目に削ります。はい、これで裏も、斜めに余白を落とせました。正面から見た時と裏から見た時です。で横から見るとこうなっています。じゃあ次にやるのは、この斜めになっているところ同士を、落とすことですね。今この45度ぐらいになっている角度をだんだん通していきます。表と裏をつなげる。
はい、この右上のところだけですが、表と裏、斜めにしてたのを通してよ、あの型紙で見たところのここの余白部分がなくなりました。これと同じことを周り、他のところでもやっていきます。